はい、皆さんこんにちは、ショートウェブ会佐藤俊之介です。今回はですね、立ち方第1弾ということでですね、変則立ち、結び立ち、八の字立ちをやっていきたいと思います。綺麗な変則立ちや結び立ちができること、そして用意の綺麗な結び立ち、変則立ちができること、そして用意の八の字立ちができること、この3つがすごく、空手の一つ大事な要素となりますので、皆さん一緒に練習していきましょう。いい点悪い点を説明しながらやっていきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。それではスタート。よっ、はい、それでは、立ち方の練習をしていきたいと思います。いいでしょうか。はい、はい、ですね、まずは、変則立ちの練習をしていきたいと思います。変則立ちは足を完全に閉じる立ち方となります。変則立ちはですね、注意点としましては、足が離れてしまっていたり、あと足が横に曲がってしまっていたりするのはいけません。しっかりと正中線に合わせてまっすぐ足をくっつけてください。はい、いいですね。次に結び立ちを行います。結び立ちはですね、初動管理は30度ずつになります。合わせて60度ですね。ちょっと難しいと思いますけども、60度ずつになります。流派によってですね、異なったりすることもありますので、練習をする際は道場の先生にしっかり確認をして練習をしてください。こちら結び立ちの注意点としましては、先ほどと一緒ですね、かかとがよく離れている生徒が多いので、かかとが離れないように注意をします。また足の向きの角度が違ってしまっていたり、あと横を向いてしまっていたり、そうですね、いろいろ注意する部分があるので、今言って3つをよく注意しながら、まっすぐしっかり綺麗に結び立ちができるようにしてください。この結び立ちをした時に、特に姿勢もすごく大事です。丸まったり曲がったりしないように、まっすぐ頭のてっぺん、まずきれいに正中線を整えるようにしてください。しっかり、はい、いこう、はい、はい、はい、それではちょっと練習してみましょう。はい、平伏立ち、多いですね。結び立ち、そう、ちょっと反りすぎたりも気をつけてください。平伏立ち、結び立ち、はい、小学生ぐらいだったらあんまバンってやらないように気をつけてください。幼稚園児はね、しっかりピシッとやってもいいです。もう一つをピシッと、もう一回最後、変則立ち、結び立ち、はい、いいですね。それではその時に八の字立ちの練習をしたいと思います。基本的に用意に出てくる立ち方になります。用意から直る時も八の字から直ります。ショート管理ではですね、必ず左足から右足に開きます。で、漢字の8になるようにしっかり足を外側に開いてください。まっすぐにしてしまったり、あとは開きすぎてしまっていたり、はい、そうですね、広すぎたり狭すぎたりするのもいけません。肩幅に合わせてしっかりと立てるようにしてください。あとは足の位置がずれてしまうのもいけませんので、必ず親指を合わせてしっかり正中線に合わせて肩幅に8の字立ちで立てるようにしましょう。治るときは今度右から左になります。はい、治って、今みたいにちょっと飛んでしまうのはいけないですね。こうこういうのいけないですね。はい、しっかり丁寧に立ってください。もう一回いきましょう。はい、治って、右、左、そうですね。それではちょっと練習していきます。よーい、左、右、そうですね。今みたいに正中線が曲がりながら用意してしまうといけませんので、しっかりまっすぐ動揺できるようにしてください。頭が動かないように、体が動かないように気をつけましょう。はい、治って、治りも一緒です。右、左、もう一度、よーい、左、右、治って、右、左、はい、こちらが、八の字立ち、閉塞立ち、そして結び立ちの練習の仕方になります。お家でもぜひ練習してみてください。よっ、お疲れ様でした。立ち方上手にできましたでしょうか。次回はですね、前屈立ち、騎馬立ち、後屈立ちの練習をしたいと思います。ぜひまた頑張りましょう。さよなら、バイバーイ。終わりー。